皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の香川です。本日の動画でわかる投資とマーケットは、タイトルがですね、止まらぬドル高、円安、米国株式投資への影響はというお話をさせていただきます。もしお話がですね、わかりやすければ、チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いいたします。それではですね、最初にこちらのスライドをご覧ください。 まさしくですね、こちら赤いラインはドル円相場、過去1年間でございますけれども、為替相場でですね、昨年9月時点で110円だったドル円相場がですね、今月ついに140円を突破し、9月7日時点ではですね、144円台に入ってまいりました。このようなですね、急速な、まあ、円安、ドル高、この背景といたしましては、 こちら、青いラインで書いてありますけれども、日米長期金利差の拡大ですね。まあ、為替相場ではですね、低い金利の円を売って、高い金利のドルを買うと、まあ、こういう動きがです、ね、主流になってきておりまして、円安傾向が続いているということでございます。この背景となっておりますのが、まあ、いわゆる米国の まあインフレ上昇に伴うですね、金融引き締め、利上げですね、この加速ということなんですけども、いわゆる8月26日に発生いたしましたジャクソンホールショック。まあ、これでですね、金利の先高感というのがまあ強まったということが、ドル高のですね背景にもなってきております。ジャクソンホールショックというのは何ですかということを申し上げますと、まあ、右にですね、 パウエル FRB 議長の講演会の骨子、掲げておりますけれども、まあ一言で言いますと、市場がですね警戒していたよりもさらに高波だったと、まあ、こういう内容になっております。インフレの抑制政策をやり遂げるまでやり続けなければいけない、金利上昇で労働市場悪化し、家計や企業にある程度の痛みが伴うのは承知の上だと。 物価安定の回復にしばらく引き締め的な政策を維持すると、まあ折からですね、QT、量的金融引き締めもですね、9月にはあ倍増していくという、まあ、そういう決定もなされております。で、歴史的にですね、時期尚早な緩和は強く戒めたいと、まあ、いうことをパウエルさんはおっしゃったわけですね。ということで、まあ、左側に出ておりますけれども、政策金利。 まあ階段状的にですねどんどんとこうまあ上がってきたわけですけれども、9月20日21日の FOMC でも、0.75%のですね利上げがまあ意識されていると、こういう動きになっておりますま。金利先物市場におけるこの FF 金利予想ですね、青色、赤色でそれぞれ並んでおりますけれども。 青いラインが今年12月の FF 金利予想、赤いラインがこの来年、2023年12月の FF 金利予想ですけれども、まあ簡単に言いますとね、ジャクソンホールミーティングの前までは、ひょっとしたらですね、利上げ幅ももうそろそろあと100ベーシスぐらいじゃないかと、まあ、1%程度じ,じゃないかと。 いう期待もあったし、まあ、ひょっとして来年はです、ねまあ、赤いラインですけども、利下げもありうるんじゃないかという期待があったんですけども、どちらともです、ね、ジャクソン・ホール・ショックで吹き飛ばされたと、まあ、こういう状況でございまして、まあ、あ米国の債券市場ではです、ね、2年歳、10年歳の利回りが3%を超えて、まあ、推移していると、まあ、こういう状況になっているということでございます。 で次のページご覧いただきますと、こちら、世界市場の年初来リターンを比較するということでございます。えー、これはですね、えー、9月のですね、この7日時点なんですけども、2021年初来のですね、主要資産別総収益率、えー、ドル建てですね、えー、これを比較してみました。ご覧のとおりですね、世界株式は年初来18.2%のマイナス。 えー、そしてですね、えー、世界債券市場は、えー、金利の上昇によりまして、こちらも18.4%のマイナスと。で、不動産投資市場、リートも世界で18%以上の下落になっております。えー、まあ、目立ちますのはですね、仮想通貨、まあ、暗号資産のビットコインですね、こちらがですね、年初来58%以上の下落になっていると。ですから、まあ、簡単に言いますと、昨年までですね、 金融相場、過剰流動性相場が支えていたリスク資産というものが、押、まあ、しなべてです、ね、マイナスに追いやられているというのはですね、こちらでお分かりになると思います。で、次のページを見ていただきますと、こちらはです、ね、何かと言いますと、2020年の初めを100といたしまして、えー、この赤いラインがあこの日本の株、トピックスの、まあ、総収益指数。 まあ総収益というのは、配当込みのトータルリターン指数ですね。で、青いラインが米国株、SP500 の総収益指数、トータルリターン指数になっております。米国株の方を見ていただきますと、まあ、年初来ですね、下落基調。で、6月の16日にボトムを打っていった反発と、えー。ただですね、先ほど申し上げたジャクソンホールショック前後。 まあ、FRB 交換のですね、高波発言が相次いで、一旦また反落と、こういう状況になっております。しかしですね、よく注目して見ていただきたいのが、このですね、えー、緑色のラインですね。これは何ですかと言いますと、SP500 総収益指数の円換算指数です。まあ、円から見て、まあ、本邦投資家、 円からの投資で見てですね、えー、米国株のトータルリターンは、この緑色のラインだということですね。まあ、あ一見してお分かりのとおり、非常に底堅い動きになっております。えー、年初来で言いますと、プラス5%ですね、のリターンになっているということです。えー、つまり、米国株はドルベースで難聴なんですけども、 円から見ると、先ほど申し上げた急速なドル高円安によるですね、為替差益がですね、フォローになって、非常に堅調だということがお分かりになると思います。すなわち、円建て米国株は、為替差益がフォローになって、堅調を維持しているということですね。また、あ、いまして、最近ですね、 えー、このインデックスファンドを通じて、まあ、為替ヘッジなしのこの公募投資を通じて、積み立て投資、えー、これがどんどん増えておりまして、売り物があまりないと、どんどんですね、資金が入ってきてるという背景には、まあ、日本から見てですね、円ベースで米国株がしっかりしているという背景があるんじゃないかなというふうにも思っております。そうしした短期的な見通し に加えまして、長期積み立て投資にも円安効果というのがもちろん見られます。これはどういうチャートかといいますと、今世紀ですね、2000年の初めに、3万円でこの SP500 指数円総収益指数に投資をしていったと、毎月ですね、月末に3万円ずつを定時定額、積み立て投資をしていったと。 いった場合のシミュレーション、まあ、市場実績に基づきですね、検証した結果がこちらのチャートになっております毎月3万円を投資してきたわけですから、えー、まあこの8月の末までの実績ですけども272回積み立てを行ってきたしたがって累計投資額元本はですね、816万円になるわけですこの点線ですね黒いラインです まあ、しかしながらですね、最近の円安もありまして、この時価総額、えつまりですね、この積み立ててきた、えー、資金が、まあ、あこの SP500 指数、円ベースでですね、えー、これでこうずーっとこれ、ドルコスト平均法と、それから雪だるま効果、福利効果でですね、ずっと膨らんできておりますので、今、どういう状況になっているかというと、まあ、こちらに書いてありますけれども、 直近の時価資産は8月時点で3704万円。これはですね、累計投資額、こちらの破線ですね、直近、816万円の4.5倍以上に膨らんでいるということです。ですから、まあ、円安トレンドというのは、まあ、先ほど申し上げた短期的なですねチャートでもご確認いただきましたけれども、長期積み立て投資にも円安トレンドというのは、 メリットがあると、まあ、いうことがお分かりになるというふうに思います、まあ。ご確認をですね、いただければというふうに思います。さて、今後のです、ね、相場展開について、まあ、アノマリーというものを参考にですね、占ってまいりたいというふうに思います。まあ、アノマリーというのはですね、まあ、皆さんご承知の方も多いかと思いますけども、まあ、いわゆる季節性とか、まあ、あるいは、なて言いますかね、習慣性といいますか。 えー、この株式市場はこういう条件で、こういうトレンドになりやすいと、まあ、はっきりした理由は存在しないわけですけれども、いわゆるマーケットの傾向というものですね、えー。実はですね、米国の選挙サイクル、まあ大統領選挙4年ごとですので、選挙サイクル4年ごとの選挙サイクルと、米国株式の関係でですね、 まあ、アノマリが存在すると言われております。まあ、実際ですね、1946年、まあ、第二次世界大戦後以降ですね、まあ、70年以上の歴史を振り返ってまいりますと、実は今年に相当する中間選挙年、これはですね、パフォーマンスが悪かったんですね。まあ、4年間で最も低調だったと。まあ、プラス5%にとどまったということになります。まあ、逆にですね、来年、すなわち中間選挙の翌年、 イコール大統領選挙の前の年ですね。どうだったかというと、最高だったわけです。15.9%になっておりますね。えー、これは SP500 指数ベースで計算してみました。まあ、ということで、今年はですね、低迷、低調余儀なくされるんだけども、来年は良さそうだなと、まあ、いうのがですね、こちらのノマリでご確認いただけると思います。で、次のページご覧ください。これは何かというとですね、 今年に相当する中間選挙年、これを過去10回ですね、取り上げて、ニューヨークダウ平均の平均推移を調べてみました。どういうことが分かるかというと、やはりですねこの夏場から8月下旬からです、ね、10月の初めぐらいまで、このちょっと低調な状況、不安定な動きというのが、ですね過去10回の平均でも見られました。 しかしながらご注目いただきたいのはですね、選挙、まあ、今年は11月の8日に中間選挙が予定されておりますけれども、選挙の直前ぐらいから、この中間選挙の結果を織り込んでですね、年末高に至っていったと、これ、年末にかけての株価上昇ですね。ですから、中間選挙の年の年末高傾向にまあ注目したいなというふうに思っておりまして、 まあファンダメンタルズ的に申し上げますと、今月はですね13日にえ消費者物価指数が発表され、そしてえ20日と21日には FOMC が行われます。まあ、FOMC ではですね0.75%程度の利上げが想定されておりますけれども、それが決定されれば出尽くし、そこで同時に発表される FOMC のですねメンバーのいわゆるドットチャート、経済・金利見通しが発表されればですね、 インフレの落ち着き次第ですけれども、政策金利の上昇余地とか、債、ま、券、あ、市場もですねその成長期待とか、あるいは金利見通しを、まあ、織り込んで、ですね安定基調になる可能性がある、まあ、そうすればですね株式市場はですねこれは過去10回の平均ですので、保証はできませんけれども。 まあ年末高に向,か向けてです、ね、反発基調をたどっていく、そういう可能性もあるのではないかなというふうにまあ思っております。次のチャートをご覧ください。これはどういうチャートかというと、来年に相当する大統領選挙前年の、えー、ニューヨークダウ平均、この過去10回のです、ね、大統領選挙前年の平均推移を、えー、お示ししたものです。 まあ先ほど申し上げました通り、中間選挙の翌年は、米国株のパフォーマンスが16%、えー、15.9%というふうに SP500 では申し上げましたけれども、ニューヨークダウ平均でもですね、過去10回平均16%上昇いたしました。まあ、おしなべて言えることはですね、この大統領選挙前年の米国株式は、堅調トレンドです。これはなぜかというのは、いろんな説があるんですけれども、中間選挙で、 まあ議席をですね失うよとまあ今でしたらですね、えー、民主党なんですけれどもまあどの程度失うのかあるいは盛り返すのかというのはですね別にして次の年のまあ大統領選挙に向けて与党はですね強力な景気対策をですね打ち出していくんじゃないかと言われておりますまあただでさえですねえただいままあインフレを抑制するためにですね まあ大幅な利上げ、まあ、金融引き締め策を行っているわけですから、まあ、来年は景気がですね、えー、結構落ち込むんじゃないか、鈍化するんじゃないかというふうに言われております。まあ、これでですね雇用もですねある程度悪化する可能性がありますけれども、インフレを抑制した後はですね景気を下支える、景気を良くする、まあ、そういう政策を打ち出す可能性があるということですね。まあ、それの効果を織り込んで この過去10回の大統領選挙前年はです、ね、株価が堅調だったと、まあ、いうことをまあ考え合わせますと、ただいまあ、このジャクソン・ホール・ショックで株式市場、不安定な動きになっていると、まあ、株価が比較的低迷しているということですけれども、今年の年末高、あるいは来年の株高の可能性を考えると、まあ、どちらかというとです、ね、今は押しめ買い、まあ、あるいは積み増し買いの そういう好機なんじゃないかなと、まあ、こんなふうに考える次第でございます。まあ来年はですね、えー、来年ですから、いわゆる鬼が笑うというお話もありますけれども、やや長い目で見てですね、米国株式の戻りというものを期待していきたいなというふうにまあ思います。えー、ということで、本日のお話を終わらせていただきます。もしお話が分かりやすければですね、 チャンネル登録といいねボタンの方どうぞよろしくお願いいたします。最後までご清聴ありがとうございました。